どうもこんにちは。今回ね、ツイッターにプール撮影会っていうトレンドが上がっていたんで、そのキーワードでちょっとね、検索をしてみたんですけども、プール撮影会ってもう始まるんですかね。で、まあいつものことなんですけども、こういうふうなプールの撮影会っていうのは、モデルさんが出る場所、自分たちの、まあ、水着姿をね、披露する場所を求めてされてると思うんですよ。で、それに対して、まあ、ファンの方が集まるっていうところなのかなと思うんですよね。で、その水着の撮影会に出られるモデルさんも、それを求めていくファンの方とか撮影隊も、特に誰かに強制されたわけではなくて集まり合ってると思うんですよね。でも、こういったイベントに対して、まあ、その性の商品化だとかね、女性の地位を貶めてるみたいなことを言い出す人がいて、去年みたいにプールの撮影会って中止になった例とかがあったと思うんですけども、そんな感じだったですかね。まあ私としてはこれがね、このモデルさんが強制されてこういうふうに出さされているとか、騙されてこうなってるんだったら、何とも言えないかなというところはありますけども、特にね、出たい方がモデルとして出て、こういうのに、まあ、嫌悪感がある人は出てないと思うんで、そんなに問題があることじゃないと思うんですけど、どうでしょうかね。まあ、いろんなきっかけをつかむために、自分のことをこうね、表現したいとか、それから足の速い人はオリンピックに出るし、まあ、頭のいい人は弁護士やったりとか、医者になったりするじゃないですか。それぞれの特徴を生かして、最も自分が高く評価されていそうなところに出ていくっていうのは、モデルさんにも当てはまると思うんですけども、まあ、いわゆるね、女性のまあ、健康とか若さとか美っていうのを表現することっていうのは、そんなになんかね、言ってみれば、わいせつな行為とか、その未成年に見せられないみたいなものに類するのかなって、そういうふうな想像すること自体が不健全なような気するんですけども、どうでしょうか。まあ、ちなみに私ね、こういうの全く興味がないんですよね。まあ、若い女性が水着を着て、どうなってんのかなと。ちょっと私は全然好きになれないかなと。だからといってやってる人をなんかね、攻撃したり貶めることはないんですけども、こういうのがあるからって行こうなんて全然思わないですね。まあ水着とかに興味ないんでしょうね、私ね、こういうふうなのね。まあという、まあ男性もいらっしゃるのかなと思います。だからこういう水着着ても何とも思わないっていうかね、なんでこんな格好してるのかなと思うばっかりで、で、泳ぎもしないのに水着になってプールに集まるところもちょっとわかんないなと思いますよね。まあもちろんね、泳ぐだけが、まあ、その水着を着る目的じゃないというふうに変化はしてきてると思って、まあ、この水着のデザインをね、こう、なんかセールするためにいろんなスポンサーが関わっていたりとか、もしくは、こういったモデルさんが、そのポージングによって、いろんなチャンスをつかもうとしているのかもしれませんしね。例えば、こういう姿を見て、なんかのね、ドラマに使ってみたいよね、みたいなことになるかもしれませんし、なんかこういうモデルさんと一緒にコラボをして、特別な YouTube 動画撮りたいな、っていうふうにもなるかもしれませんので、そういうふうなチャンスをつかむ場としてはあってもいいのかなと思うんですよね。まあ私はちょっとね、水着姿にはちょっとあまり興味が出ないかなってところですね。もちろん嫌いではないんですけども、好き好んで出かけていこうとかね、水着の写真集を買おうとかね、そういうのは全然ないですね。で、水着の女性を写真撮りたいとかも思わないんでね。まああんまりこの発想は私にはないかなと。だからこういう格好とかもあんまセクシーとか感じないんですよ。なんかギャグにしか見えないんですよね。何なんだろうかと思っちゃうんですよ。まあでも、一定の数ファンはいるんですよね、きっと。こういう水着を作る方がいらっしゃるってことですから。まあ、私はあんまり思わないんですけどもね。今年もなんかどっかの人が、これは性の商品化でけしからんみたいなことで言うんでしょうかね。はい、皆さんどのように思ってでしょうか。はい。まあ以上ですね。私はあまり、この水着の女性で検索しようと思わない。あ、ラムちゃんだ。ラムちゃんはこれ水着なんですかね。なんかうるせえやつらね、リメイクをちょっとこの前見ましたけども、まあ、あれはあれで別にいやらしさも何もなくって、普通のアニメの登場人物、キャラクターみたいなところでね、さらっと見えるんですけどもね。まあ思春期にはちょっとドキドキしたかもしれないですけど、さすがにね、もうこの年ですから あんまり女性の肌を見てどうこうとか思わないですけどね。はい、じゃあ以上です。あ、プール撮影会、ここにトレンドワードありますね。なんで、これ、河野太郎がいるんだよって感じですけども。